お肌喜ぶ力こぶということで、力こぶあの亀甲流です、僕が20年前に種まいた、ものなんですけど、だいぶね大きくなってきて約20年ぐらい経ってて、その亀甲流もね、あの夏の休眠からこう冷めて、だいぶ早いです。いつもよりも動き出しが、今年2022年は非常に秋が早いという印象を受けます。そんな中で横山園芸の植物たちもどういう動きをしているか、これからの管理、ダイヤモンドリリー、クリスマスローズ、原種のシクラメン、アネモネ、パブニナ、どういう管理をしていったらいいかということで、簡単に紹介させていただきます。で、まずこの部屋、ダイヤモンドリリーの親株の部屋なんですけど、冷蔵処理をしたものは少しずつこう芽が動き出してきて、成長を始めている、目で見えて成長を始めているのが分かるんですけど、一般的に管理されている方はまだこういう状態で休眠しているっていうイメージなんですけど、実際にこれ根っこを抜いて、鉢を抜いてちょっと見てみるとこんな感じ、白い根っこが動いているのが分かるかと思うんですけど、だいぶこの時期になると涼しくなってきて、夜温が下がってくると、根っこを動き出します。で、成長を実は始めている時期です。なので、この時期にやっていきたい、やっときたい管理としては、やっぱり水やりは欠かさないように、だいたい1週間に1回ぐらいは少なくともやる。もちろん土の乾き具合によって1週間に2回とか、そろそろしっかりやり始める時期でもあります。まあ、根っこを動かしてね、その葉っぱを出させる、花を出させるという管理に行きます。で、その時、注意したいのが、ちょっと早く動き出している子なんですけど、こう花芽、で、唯一ね、最近その今まで全然心配はしてなかったんですけど、ハマオモトヨトウムシというガの幼虫なんですけど、ヒガンバナの仲間だけを食べる。ダイヤモンドリリーも、学名はネリネ、仲間としてはヒガンバナの仲間なので、この子たちも漏れなくその害を受けることがあります。で、昔はね、沖縄だとか西表島だとか、あっちの方にしかいなかったというがなんですけど、関東地方にも出てきてしまって、卵をこういう茎に産んで、で、もぐもぐもぐと幼虫が、球根を食べてしまうというすごく悪い虫です。なので、一撃必殺で成長点を食べられちゃうので、そうならないように、注意が必要ということになります。なので、横山園芸ではヨトウムシに効くようなこういう流剤、オルトラン DX だとか、ホームセンターにも売ってるかと思うんですけど、その流剤を少し撒いて、球根、根っこから吸わせて球根に毒素を、持たせて、出てくる新芽も美味しくないよって、その幼虫たちに言わせるように、ガたちに言わせるように、出てくる芽、卵を生まれても孵化しないみたいな、ことをするために流剤を撒いています。なのでね、9月に入ったら、中旬ぐらいになったら、ダイヤモンドリリー、ヒガンバナ科の仲間たちには少しそういう流剤を撒いておくといいかと思います。ハマオモトヨトウムシにカルダっていう効く農薬は今のところ指定されてないんですけど、ヨトウムシに効く流剤であれば大体効くような感覚ですし、卵生まれちゃったりだとか、幼虫見つけたらもうすぐ取るか消毒をするということをしてあげてくださいっていう感じで、本当にワクワクする瞬間ではあるんですけど、これからね、その成長、やっぱり冬が来る前にこの時期にしっかりと成長させてあげたいと思うので、しっかり水やりと、で、花が出てきて葉っぱが出てきたら、まあ、肥料をやるっていうことを、心がけています。じゃあ次はシクラメンの部屋行ってみたいと思います。はい、シクラメンの部屋にやってきました。シクラメンの親株室なんですけど、こちらもだいぶ秋を感じて花芽が上がってきました。SNS なんかでもね、そのすごくもう花が咲いてますよとか、咲き終わっちゃいましたよなんていう人もいるんですけど、横山園芸ではまあこれから園芸シーズンに突入ということで、なるべく水を切り気味にして、秋を来るのを待って花を咲かせるっていう努力をしています。なので、まだちらほらとか、咲いてるという状態なんですけど、中にはね、グライカムなんていうのは水を切ってても花をいっぱい咲かせてしまうので、手元の方どうでしょう、
ね、かなり満開に近い、状態になっています。まあ、ただね、大株になると花芽が下の方にいっぱいあるので、次々という感じで、だいたい1ヶ月ぐらいはシクラメン、原種シクラメンの花を楽しめますよというところですね。はい。で、この時期の管理としては、やっぱこの子たちも、原種シクラメンたちも動き出します。まず根っこを動き出させてから芽が動き出してというような、リズムです。なので、こちらの方もやっぱりこれからの時、これからのシーズンは1週間に1回ぐらい、もしくは2回ぐらい水が切れないように、徐々に、やっていくという感じです。で、合わせて、成長を始める時期なので、こちらも少し表面の土を今きれいに取り替えて、植え替えるものは植え替えて、でそれで少しオルトラントとかそういう流剤を、農薬をまいて、アブラムシだとかにやられないように、球根に少しこう吸わせてあげて管理をするようにしています。並行して少し長く効くと言われるような、肥料、緩効性肥料を少しパラパラと乗せて、徐々に吸わせていくという管理をしています。で、この時期にね、液肥なんかをどんどんやってしまうと、いきなり大きい葉っぱがドーンと出てきてしまったりするので、注意が必要かなと。やっぱりこう落ち着いてから、葉っぱが出てきてからとか、花が咲き始めてからやるというぐらいで十分なので、そういう管理を心がけてもらえればと思います。ちょっとね、秋の長雨、今日撮影してる日も台風が近づいてるっていう日なんですけど、そういう時は雨が当たらないようにして、いきなりシクラメン、原種シクラメンがべちゃべちゃになって、溺死しないように、腐らないように、注意が必要かなと。実はね、シクラメン一番なんかこう枯れやすい時期というのは、すごくしっかりと休眠している時に水をやりすぎちゃったりだとか、動き始めの時期にやりすぎちゃってダメになることが多いので、この時期、焦らずゆっくりとというのを心がけて管理をしていくといいかと思います。こんな感じですね。秋咲きのものはね、花から上がってくるものが多いので、まだ葉っぱはゼロという、ほぼほぼゼロという感じではあります。これからどんどん出てきてくれることを願いながら、まだ少し遮光ネットをしてますけど、この時期成長点さえ土をかぶせてしまえば、もうそろそろ遮光を取ってもいいかなという時期になっています。10月に入ったらもう完全に取るというふうに横山園芸でもしているので、そういう管理を心がけていただければと思います。じゃあそんなところで、次はクリスマスローズの部屋行ってみます。はい。クリスマスローズの親株室に、来ました。暑い夏をね、やっと超えて、夜温が下がり始めて、クリスマスローズもやっぱり見た目動いてないように見えてるものも徐々に動き出しています。分かりやすくね、こう新芽が出てきてくるものなんかっていうのは一目瞭然なんですけど、このように古い葉っぱだけで、全く動いてないように見えるものも根っこが動いていることが多いので、そろそろ横山園芸でも置き肥、追肥、植え替えてないものに関しては肥料を置くという作業をします。で、秋の成長をぐっとこうさせてあげて、冬の前に一段階成長させて、で花を咲かせる準備を今から始めるというところです。で、夏の間ね、傷んだ葉っぱなんかを、横山ゲートは一応とりあえずソフトメンテナンスという感じで、傷んだ葉っぱだけをちぎって、あと株元に草が生えてないかなとか、古い枝が株元に残ってないかななんていうのをこうチェックして、一通りメンテナンスが終わったというところです。なので、もちろんね、これから必要なものに関しては植え替えをしていくという時期ですね。9月の下旬なんですけど、間違いがないと思います。はい。で、特にね、クリスマスローズはそれ以上やることはないんですけど、例えば地面に植えてあるものだとか、大きくなっちゃった株なんかを株分けしましょうなんていうのは、彼岸花が咲き終わってからやるといいかと思います。その時期ちょっと手荒なことを、例えばクリスマスローズにしても、まだこれからすごく成長する時間が長いので、それをリカバーしてくれる
ので、この時期に、植え替えをする、株分けをする、庭の違う場所に植えたいわって方は掘って違う場所に植えるだとかすると、この時期が一番いいと思います。なので、クリスマスローズもね、葉っぱだけでみんなほったらかしになりがちなシーズンなんですけど、少し肥料をやること、メンテナンスをすることっていうのを心がけるとよりいい成長が望めるので、試してみてください。でクリスマスローズの地植えのものに関しても少し堆肥だとか今のうちにやっといたりすると良くなります。化成肥料だとか液肥だとかを地面にやる必要はほとんどないです。やっぱり土の力を良くしていくっていうことを心がけてやっていただければと思います。はい、じゃあまた詳しくは植え替えだとか詳しくは違うタイミングでご紹介したいと思います。前回触れましたけどアネモネに関しても少し触れてみたいと思います。はい、アネモネパブニナですね、秋から動き出すよということで、前回動画で詳しくはやったんですけど、今、絶賛もう、植え替えの準備中ということで、こう球根を掘り出して大きなポットに植えていくっていう作業をしています。やっぱりねこの時期から水やりの回数を増やしていくので、どうしてもねやっぱり一番問題点はダンゴムシかなっていう感じがします。若い球根は比較的いいんですけど、年数が経ってくると古い角質だとか腐ってるところとかにこうダンゴムシとかが寄ってくるので、ダンゴムシの薬なんかを少し撒いとくだとか、植え替える時に少しやっぱり表面きれいにしてあげて、やっていくように心がけます。よいしょ。ね、ものによってはこういうふうにもう動き出している芽もあるので、乾かさないように、すぐ植えるっていう感じですね。あまりにも大きい球根もこう半分に割ったり切ったりなんていうこともやるんですけど、基本的には、サイズアップをできるだけね、毎年、前回ちょっと言い損なったんですけど、できれば毎年、掘り起こして球根の様子を見て、新しい用土に植えてあげる、新しい覆土をしてあげるっていうことを心がけるといいかと思います。でこれからの時期はもう本当外でも大丈夫なんですけど、あまりにも長雨が続くときは少し雨よけをしてあげた方が、調子を崩しすぎないかなと。あまりまだね根っこが張ってない状態ですけど、これなんかね動き始めてる、ビヨーンって。こんな感じ、根っこがよっ、はい、大丈夫だった。はい、そんな感じですね。どん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 植え替えをして少しずつはサイズアップしていく。で、こちらも、葉っぱが出てきたら肥料を乗せる、もうすかさず根っこが少し伸びてき、たら肥料を乗せると。であまりにも実は植えてすぐ肥料をやったりなんかすると、肥料の成分が溶け出したところだけに根っこが行こうとするので、まずはまんべんなく根っこを伸ばしてから、置き肥をする、液肥をするということをするといいです。どうしてもね欲が出て葉っぱができたらすぐっていう方が多いんですけど、根っこも怠けたりだとか肥料の方にだけ行ったりだとか、液肥をずっとやってると根っこの量が少なかったりっていうことになるので、成長し始めてからやると非常にいいです。OK？ っていうことです。はい、駆け足でありましたけど、横面芸の、この時期の作業ということで、いろいろご紹介をさせていただきました。詳しくはまたここに撮っていきたいと思いますので、ご紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。また。